日本語コンテペ日本語学習者の皆さんをいつもいつもいつも応援する今日はよよ y o 何について話そうか今日は何について話そうか今日は何について話そうかしらちょっと先は。 出てこなかったごめんなさいだから今日はフリートークですよ特にトピックは決めずにどんどん思ってることを喋りまくる歌いまくるラップしまくる踊りまくるテレビのネタでもいいけど テレビよりももっと面白いことは毎日の生活みんなの生活僕の生活お互いの生活を話していきましょう日本語コンテッペの時間ですねよろしくお願いします今日も始めていきたいと思いますね、えー、マンモスマンモスね。今年もね今年も、えー、今今 もももう終わりもう終終終わわわりりしったあのちょっとですねこの「日本語コンテンペ」のアップロードのタイミングがよくあのこう撮っている時は分かりませんから、えー、今このアップロードがねいつになってるかは分からないです。ねえー、なぜかというとあのー、まあ僕もねバルセロナに行ったり行ったり、ね、こう旅行をしたりねしますから。 えどのタイミングでこのポッドキャストをね上げているかちょっと分かりませんそしてえたくさんねポッドキャストを作っておかないと忙しくなった時に「このこの音聞くんでこえます夕焼け小焼きの赤とんぼ」というね 赤とんぼという歌があるんですけど今聞こ,えますか聞こえましたか、えー、これはですね実はあの僕の住んでいるあの、まあ、ところ、ね、武蔵野シティの何ていうのゴミ収集の車の音ですねゴミ収集、ね、ゴミを集める、ね、あの今日はあのゴミの日です今日は燃えるゴミですね燃えるゴミ えー、燃やせるゴミですね。燃やせるゴミの日です。なので今あのそれをあの集めに来たんですよね、えー。ゴミを集めに来ました。でその時にねあのそのトラックがあの夕焼け小焼けの赤とんぼのね、えー、歌を歌歌歌じゃない曲を流しながら来るんですね。ちょっとうるさい。<laughs> <laughs> でも例えば例えばあのゴミを出し忘れた人あ今日ゴミの日だってね気がつくからあのいいとは思いますけど、えー、日本ではゴミの日が決まっていますでいつでも出してはいけないです、えー、例えば僕が前に住んでいたスペインではいつでもねゴミを捨ててよかったです道にはゴミ箱でっかいゴミ箱あってそこに、えー、燃やせるゴミね燃やすゴミ燃やせないゴミ あとは紙、えー、あとは瓶と缶、ね、そういうものを分けて自分で捨てるんですねそうすると一日に何回か大きいトラックが来てそのゴミ箱からゴミを回収していく、ね、ゴミを回収するって言いますねゴミを回収して,していく、えー、でも日本ではちょっとシステムが違います、えー、ほとんどの町では東京でもそうですね 燃えるゴミの日燃えないゴミの日、ね、それぞれにリサイクルの日ね紙のリサイクルの日とか瓶のリサイクルの日があってその日のまあ大体朝8時か9時ぐらいに外に出してくださいあの外にというのはあの玄関のところですねだからまあちょっと汚いんですよねなぜかというとたまにあのやっぱり、ね、カラスとかねか っていいうねね鳥がいます、ね、黒い鳥黒い鳥ねちょっと怖いですねそういう、ね、黒い鳥そう大きい黒い鳥がいますよね東京にはたくさんいますでそのカラスがそのゴミをねちょっとこうなんかこうまあ、つつくんですよつつくというのはくちばしでツンツンツンと、えー、なぜかというとやっぱりなんかお腹が減ってるからでしょうね何か食べたい。 だからそういうことがあるのであんまりね衛生的じゃないあんまりちょっと汚いですよね衛生的じゃないだけどまあそういうシステムだからとりあえずしょうがないんですけどとにかく東京とかね多くの町ではゴミの日の時にゴミ,ゴミ袋に入れてね、えー、ゴミを外に出しますちなみに僕の住んでいる武蔵野シティでは、ね、武蔵野シティっていうとかっこいいですよね武蔵野市ではゴミ袋は有料です、ね、どう思いますか皆さん で何が有料かというとあの普通の燃え,燃えるゴミですね燃やすゴミ。燃やすことのできるゴミ。この袋が有料なんですねだいたい小さい袋でも20円とか、えー、ちょっと大きいと40円とかします高いでしょ1枚ですよ1枚 20, 20セントあとは40セントそう考えるとちょっと高いでしょでもねこうすることによって例えばリサイクルができるものプラスチック プラスチックって言いますね日本語だとプラスチックプララススチチッッククとか紙とかねそういうのをちゃんと分けて、えー、みんな捨てるようにしますよねでそのプラスチックとか紙は無料で、えー、集めてくれるんですね集めてくれない無料有料ねお金がかかる袋にお金がかかるのはえー、っとなんだっけ、えー、燃やすごみね燃やすことのできるごみだけですだから ややっぱり燃やすすを減らそうと思いますよねできるだけ紙とかねプラスチックは他の袋に入れて、えー、分けようとねちゃんとこう分けるこれとこれとこれは違う袋っていうふうにみんなが、えー、リサイクルをちゃんとしようとするので僕はいいあの仕組みいいシステムだと思いますけどどうですか でもね、あのー、まあまあまあ話は戻りますけど何の話してましたっけ <laughs> 何の話してましたっけあのー「夕焼け小焼け」が来る前何の話してっとち,ちょっと待ってくださいねああれですねあのー、えー、アップロードがいつになるかわからないっていう話ですよねそうそうなので、ね、日本語コンテッペはあは、のー、レコーディングとアップロードに少しギャップがありますから時間が空くのであのー まあ今,今クリスマスかかかななもうう終わったかなっったていうのはちょっと分かりません、ね、クリスマスマだったら皆さんメリークリスマスお正月だったら皆さんハッピーニューイヤーでもその時ねまあ,あのいいんですよそこのもちろんあのクリスマスは大事、ね、たくさんの人にとって大事だしお正月もたくさんの人にとって大事ですよね。でもいつも言うように日本語コンテッペというのはいつ聞いても楽しい。 いいいいつ聞てもポッドキャストそれをね、えー、ポリシーに作ってますから例えば1年後にこのエピソードを聞いても日本語が聞ける、ね、なんかこう自然な日本語が聞,聞けて少し、えー、さっきねゴミのゴミに関するゴミに関する、ね、いいですね「関する」「ゴミに関する」「ゴミについての」ね「ゴミに関する、えー、語彙、ね」新しいボキャブラリーがどんどん増える。 ね、そういうのがあのいいということであんまりね「今日はクリスマスですね」とか「今日はニューイヤーですね」まあニューイヤーぐらいはいいんですけど、まあ、そういう今の話だけをすると後で聞いたらねなんだ面白くないな、ね、今クリスマスじゃないよっていう風になっちゃうんでまああまりそう,いうのにはそういうのは関係なくね話していきたいと思います。あとね 最初あの日本語コン最初のオープニングあり,ありますよね日本語コンテペイ日本語学習者の皆さんをいつもいつも応援するポーキャスティン今日はって言うでしょでねいつも実はですねこれあのついさっきの生徒さんからもねついさっきあの彼女もニューヨークに住んでる人ねあの子供の時はずっと日本に住んでたけどあの日本語を忘れていっているのでちょっとそのまあ もう一度、ね、日本語を勉強し直したいという、まあ、彼女はニューヨークに住んでる、えーまあ、アメリカ人ですけどアメリカ人の人で「先生本当にあの日本語コンテッペはスポンティニウスなんですか?ね」ね本当に何も考えてないんですか?」って言うんで「本当に何も考えてないです」って言,言ったら「ええ本当に?」ってちょっとびっくりしてたんですけど実は僕はですね「日本語コンテッペって言う,う時まで考えてないんですよね。 今日は?」って言ってだいうんまあコーヒーについて」要な「今日は?えー」なんかなんていうの、えー「ゾンビについて」とかね適当に言ってその後その話を自分で、えー、組み立てる自分でねこう話を作り上げる、ね、そういう本当にスポンティニエスな方法をしてるんですねだから今日みたいに結局ゴミの話でしたよね。 今日はゴミの話、今日はゴミについてでもよかったけど最初の,あのオープニングの時には「日本語って言って日本語学習じゃん」But「キャスティン今日はそこでちょっと何も出てこなかったんで今日はう,うあっうっちゃっうんでっよねそしてっうっうよう」って歌い始めた。まあこれがスタイルですかねこういう本当にあの何フリー なあのヒップホップのフリースタイルそうなのでこれからもね日本コンテンペはフリースタイルですフリースタイルねこれからもフリースタイルでやっていきますからね皆さんもフリースタイルで聞いてくださいそれではまた皆さんチャオチャオアステまたねまたねまたね